ボートレース玉川有冠富士杯優勝選手表彰、そしてインタビューをお届けいたします。有冠富士創刊55周年を記念しての今大会、見事制しました川井勇輝選手、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。いや、今年2回目の優勝ということになりましたが、今のお気持ちいかがでしょうか？そうですね、すごい嬉しいですし、深谷とワンツーできて、それもすごく嬉しいです。なるほど。それではですね、まずは優勝するのお話伺う前に表彰に移らせていただきます。優勝しました川井勇輝選手へ、産経新聞社より副賞としてカタログギフトが贈られます。贈呈を行うのは産経新聞社有冠富士営業局次長、伊坂牧夫様です。よろしくお願いいたします。今しっかりと伊坂様から、川井選手へ贈呈が行われました。伊坂様、ありがとうございました。それでは引き続き優勝選手インタビューへ移らせていただきます。川井選手、今回手にしたモーター34号機だったんですが、前検日の印象としてはいかがだったでしょうか？そうですね、船足としてはまずまず最初から良かったので、そこの部分は心配してなかったんですけど、プロペラの形がだいぶ自分の形と違ったので、そこはちょっとどうしようかなっていうところでした。実際初日実践してみての船足の方の感覚はいかがでしたか？そうですね、他の人よりちょっと余裕があった感じもしましたし、そこの部分はやっぱりいいんだなっていうのは確信に変わりましたね。そうだったんですね。そして今日の優勝戦だったんですけども、その優勝戦を前にして今日の作業というのはどういったことをされていたんでしょうか？今日は何もしませんでした。そうでしたか。そして迎えたその優勝戦ですね、スタートのタイミング振り返って0台中盤あたりだったと思うんですけど、いかがですか？そうですね、早いスタートだとは思ったんですけど、自信持っていけたんで、はい、大丈夫だと思いました。そして1マークだったんですが、外から佐久間選手も来るのではなんていう展開予想も十分されていたんですけども、予想し汗も紙などを見ますと、ただ寄せつけませんでしたよね。そうですね、そこを意識してもしょうがないなと思ったんで、自分のターンをするだけだなと思ってました。なるほど。さて優勝戦を終えまして、改めてですね、今回の34号機のその最終的なモーターの評価というのは川井選手いかがでしょうか？そうですね、勝率よりもだいぶ動いてると思いますし、船足も今節の中ではだいぶいい方だったので、かなりいいエンジンじゃないかのかなっていうのは思いましたね。はい、わかりました。ありがとうございます。それではですね、最後にファンの皆様へメッセージをお願いいたします。はい、これからもいっそいっそ一生懸命頑張っていきます。応援お願いします。有冠富士杯見事制しました川井選手にお話を伺いました。本当に優勝おめでとうございました。しました。